常年司チャンネルニュースの虎川花王杯始まりました、皆様面白かったらね、高評価のボタンとね、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。サブチャンでもね、10万登録目指してね、ぜひ登録してください。サブチャンならではのね、ぬるいネタでいこうかなということで、今日はちょっとね、カヤックでね、また、こういうね、俺のカヤック見えますか？これね、これで、だいぶいいとこまで来たんでね、はい、ちょっと海辺をね、散策してみようかと、いうことでね、後ろ見えますか？見えますか、島、ね、もう皆さんお分かりですよね、あの島がね、何の島かね、はい、ハフマン島です第1次ハフマン風船ね、ありましたよね、はい、その後第2次ハフマン風船がありました、ね、あのブレインデバイス、あそこです、あの島がブレインデバイス置いてあった島ですこれはあのハフマン島の対岸に今来てるんですね。俺のあのバンツァーもそこに隠してるんで、このフロントミッションやってた人しか分かんねえデータだな、すいません、はい、まあこんな感じでね、余暇の活用でね、ここでも来てます。ちょっと見にくいか、こうやった方が俺の顔が映るかな、こうやった方が映る、はい、逆光なんだよね、こういったのこっちか、こっちの方が映る、こんな感じ、こっちの方が見えやすいですね、はい、まあまあこんな感じで、遊びに来ています。まあ、カヤックをですね漕いで、今上陸してね焚き火やってんすよ、焚き火ね、あの冬なんで、おくそ寒いの、見てこれ潮乾いて寒い寒い、もうマイナスはいかないけど3度か4度ぐらいですか、ね、ドライスーツ、まあやるわけです。まあただドライスーツ着ててもね、ぶっちゃけ落ちたら終わりなんでね、落ちないように頑張って漕いでるわけです。まあなかなか今日は、ね、波もいい感じ波もいい感じ、これ夏だったらね、こう、まあ、これだとちょっとここだと無理なんですけど、夏だったらね、これ波乗ってね、あのカヤックで波乗るんですよ、あのサーフとかすると思うんですけど、冬はねちょっとあんまりリスク取んない方がいいんで、今日はやめておきます。一応まあいざという時にも、ね、ヘルメット持ってるんですけどね、まあ、ちょっとこれなかなか厳しいかなということです。今日はですね、まあ、天気さっきね曇ってきたんですけど、だいぶまた日出てきたんで暖かくなってきたんで、まあこのまま風がね、この後帰りは追い風ということでね、海上ハイウェイモードで、行こうかなと、いうところですね、はい、まあサブちゃんなんでね、ぬるいネタですけど、まあ親父諸君ね、体鍛えようよな、今度はなんだっけ、日本ノルデステさんっていう、健康食品の会社のねウェブセミナー出るんですけど、健康食品関係ですね、ぜひオファーいただければと思うんですけど、私が証拠です的なね、うん、なんか最近見た目より若く、見た目よりというか年より若く見られることが多いので、なんかねこうこれやってますみたいな効果を実感してますみたいなことをやりたいなと思ってね、それでねノルデステのね社長がね面白いこと言っててね、アメリカでなんかサプリね、書いてある成分本当に入ってるかっていうなんか調査ガチでやったことがあるらしいんですけど、なんかね例えばですけど、なんつったっけな、あれだよ MNN か、NMN か、レスベラトールだっけ、なんか一時流行ったさ若返り、サプリみたいなやつ、あれ実際なんかアメリカでやるとね7割から8割ぐらいなんか入ってないみたいな、ただの粉みたいなのも結構多いんだって、うん、なんでちゃんとしたの買った方がいいですよみたいな話をね、この間ちょっとリハでね聞いたんですけど、まあ怖いね、うん、まあ、サプリもいいんだけどさ、まあね、サプリというか、まあ、健康にいい食事をした方がいいですね、お酒だけ飲むとかやめた方がいいし、あと毎晩飲まない方がいいっすよ、僕もお酒まあ飲みますけど毎晩は飲まないんで、毎晩は飲まない方がいいかなっていうと、あとまあ運動はやった方がいいですね、週1で結構激しい運動した方がいいじゃないですか、俺昨日はね実は山登ったんですよ、珍しく昨日山登りをしてですね、某山脈を縦走してみまして、10キロ11キロぐらいで行ってですね、今日は海にカヤックで、まあ、ここまで今8キロ超えてきたんで、また戻りも8キロ、16キロ、行こうかなと思ってます。まあ、こういう、なんですか、ぬるい趣味じゃなくてさ、もう、ガチ、親父ほどガチなことをやった方がいいかなと、思ってますんで、どうでしょうね。まあ、これでだから、もう、これ例えばこう、これライジだけね、これ、まあ、PFD って言うんですけど、これでね、大体ね、こう、太ってきたかどうかわかるんですよ。着る時はきついなって時はこれ太ってんなと全力でこがなきゃみたいな、ね、感じで頑張るみたいなところなんで、まあ
ね、お肉がついちゃうとなかなかね健康難しいので、うん、しっかりとこうなんか、疲れたっていうような、ね、夜ご飯が美味しいのがいいかなと。でちなみにですけど、炭水化物抜きやってる人結構多いと思うんですけど、運動した後はね炭水化物食うの推奨です。これはファイトビットのねインストラクターの半沢さんに教えてもらったんですけど、一回俺なんかトイカツフィジックってね、なんかボディコンテストみたいなの出るっていうのでもうすっげー絞ったんですけど、その時にもう極端な炭水化物抜きやったら全然疲れ取れないの、ね、おかしいなと思って相談したらね、やっぱりねトレーニングして結構なんか消耗した後はね炭水化物取らないと回復しないんだって。ね、あいいこと聞いたなと思って。だからすごい運動した後ね帰ってきてね、ご飯いっぱい食べるじゃないですか。そうすると回復早いですよ。回復早いしね、次の日ねお通じもとってもよくてたくさん出るので胃腸にもいいのかなと思いますんで、まあそういうね、感じでストレス、溜まってんのかストレス溜まってんのかじゃないけど、ストレス溜まんないようにね、まあいろいろ楽しいことしてですね、日常の皆さんね親父諸君元気に過ごしていただければと思います。すいません、ぬるい動画で申し訳ございません。まあサブチャンなんで、こんなのをですねサブチャンではちょいちょい上げていきますので、もしねご関心ある方、ご関心ある方というかぜひ皆さんチャンネル登録しておいてください。サブチャンでもあと2万人ぐらいで、確か10万いくと思うんで、はい、サブチャンでも銀盾狙ってますんで、ぜひ皆様チャンネル登録していただいて、今度のジョネトラダムスの日常ということでね、こういうぬる動画を、まあ、ぬる動画ですもんな、やたらカヤックばっかりになっちゃうと思うんですけど、まあこの真冬でも、俺は海に来てるぞと、いうことで、ね、まあ、ガチで、はい、こんなドライスーツ着てガチでやってますので、よかったら皆さん見てください。はい、ということで、今日内容面白かったらぜひ高評価のボタンとチャンネル登録お願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったらね Thanks ボタンで教えてください。よろしくお願いします。ガオー。